ルブラン号景品、キビドリーム号ルミナス号マスカット号、東京岡山、倉敷線は、東京都と岡山県岡山、倉敷両市を結ぶ高速バス路線である。運行会社の別により、以下の11系統に整理できる。本項目ではこれらについて一括して記載する。中国 JR バスが、東京駅、横浜駅、岡山駅、広島駅間を運行する。 ドリーム岡山、広島号については、ニューブリーズ号ドリーム岡山、広島号を中国バスが横浜駅、町田バスセンター岡山、広島間で運行するメイプルハーバーについては当該項目を参照のこと。以上3路線は運行開始当初は友倒れを防ぐ目的もあり、3路線6車でのプール生産性となっていた。その後、各路線ごとに生産するようになっている。 一部停留所を省略。詳細は、各路線の公式サイトなどにて確認のこと。東京都、神奈川県内総合、兵庫県、岡山県、広島県、高知県内総合のバス停の間では、乗降ができない。ルミナス号とマスカット号の増便は、バスタ新宿ではなく、新宿駅西口27番乗り場に停車する。ルブラン号ルミナス号マスカット号混雑時等は、 倉敷行きは、初台出入口から、東京行きは、新宿出入口まで、首都高速4号新宿線、中央自動車道、名神高速を経由して運行することがある。グランドリーム、岡山号、グランドリーム、横浜東京号ママカリライナーオリオンバス、キロバイトライナーを除くいずれの系統も、トイレ付きの車両である。ダブルデッカーは、使用可能だが、実際は、 景品キビドリーム号のみで使用されていただけであった。車両仕様は臨時に変更される場合がある。両村内ホールディングスでは三菱不走、エアロックイーンアイ、または三菱不走、エアロックイーン、小田急シティバス、関東バスと下水電鉄では、日野、セレガがそれぞれ使用されている。いずれも、独立三列シートを装備する。 どの会社も原則フェースカーテン、サービスコーナー付けの車両で運行されている。ただし最新車を除き小田急シティバスのみ、フェースカーテンを備え付けていない。両村 A バス担当便については、フリー Wi-Fi サービスが提供されている。小田急シティバス担当便の続行便は、4列、シートトイレ付けの貸切車や、新宿木更津線、アクアライナー用の車両が使用されることが多い。 2019年8月26日出発日により3列完全独立のクレードルシートやフリー Wi-Fi コンセントプライベートカーテンを備え最新の安全装置を装備したグランドリーム車両での運行となった。それまでの京浜キビドリーム号は運行開始当初は独立3列シート38席。 2010年9月17日から2016年3月31日までは、独立2列のスーパーシート4席、独立3列のスタンダードシート21席4列のスタンダードシート10席を装備したダブルデッカーを使用していた。スーパーシートでは、地上デジタル波放送に対応した7インチ、液晶テレビ AC コンセント、無線ランプライベートカーテンを装備する。 2013年12月20日からは、前述の通りドコモ Wi-Fi による、車内無線 LAN サービスが開始され、スーパーシート以外の座席でも、無線 LAN の利用が可能となった。2016年4月1日から2019年8月25日、出発便までは、独立3列シート28席のハイレッカー車両を、使用した。ありがとうございます。